はい、はい、J コムからお届け札幌ジーンズ館。皆さんこんにちは。こんにちは。札幌でご活躍の方をご紹介しております札幌ジーンズ館 .tv、 私案内人の福津京子です。そして今日のゲストは一般社団法人エゾフロックス代表理事の大湊亮介さんです。はい、大湊亮介です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。大湊さんのプロフィールを拝見しましたらね、なんかいっぱい書いてあるんですよ、はい、なんかエシカルンビール代表、ワークライフバランス北海道代表、右腕カンパニー株式会社代表取締役とかいっぱいなんかねあります、はい、これどういうことされてるんですか。そうですね、主にあの観光とか地域活性とかを中心に、うんうん、まあ、飲食店やらせてもらったりだったりとか、うん、もろもろやらせていただいております、うん、そうなんです、はい、いろんなところでお会いするんですけれどもね、はい、今日はですね、あの一番こう、まあ、ちょっとメインのといいますか、はい、事業について、詳しく伺っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、今日も3つのキーワードご用意いたしました。今日はこちらになります。じゃーん、学生への投資は未来への投資、20年越しの人材育成、全道の学生に伝えたい。はい、今日この3つのキーワードで伺ってまいります。どうぞよろしくお願いします。はい、今日はですね、1つ目を少し長めにね、はい、厚めに大湊さんのされている活動をご紹介していきたいと思うんですけれども、はい、エゾフロックスではどういうことをされているのか教えてください。はい、北海道に、まあ、ゆかりのある13歳から25歳程度の学生を対象にした、まあ、半年間の世界とつながる研修プログラム、うん、ということになってます。はい、まあ、具体的なプログラムの中身は、まあ、社会課題、地域課題を解決するためのビジネスプランを考えるっていう、うん、まあ、半年間なんですけど、はい、まあ、その中で、まあ、社会課題の考え方とか、うん、まあ、サービスの考え方とかっていうことをいろいろ過ごしながら、あとはこう世界とつながるということなので、うん、まあ、日本をはじめ世界で活躍する投資家の方とか、まあ、起業家の方とかに、まあ、自分の考えをぶつけたりとか、もしくは、まあ、なぜ起業したのかとか、なぜ海外に活躍したのか、まあ、その人の人となりをこう聞いていくような、はい、まあ、いろんな刺激をいただきながら、最後半年後には最終発表会ということで、まあ、自分自身が考えたプロジェクトとかやりたいことを、まあ、全編英語でプレゼンションするという。全編英語で、全編英語でプレゼンテーション。こだわりらしいんです。はい、そうなんです。まあ、やっぱり自分の思いを世界につなげるっていうことと、うん、はい、あとまあ少し難しいことに今挑戦しましょうみたいな。学生の参加費は完全無料のプログラムなんですけど、そうなんですか。はい、で半年間で合計40回のまあ研修があって、はい、なので我々は何かを徹底的に教えるのではなくて、うんうん、まあ、我々側はメンターというふうな形で入っていて、うん、でなのでこう子どもたち、学生たちが、まあ、自分のやりたいことを、まあ、実現するための力を身につけるとか、はい、あとは自分自身がこうやっぱりこう当事者意識を持った人生を歩んでいくというか、うん、まあ、それを我々はアントレプレナーシップというふうに言ってるんですけども、うん、なのでこのプログラムを終了した時には、はい、アントレプレナーシップを手に入れたハイブリッドイノベーター型人材になっています。よう小文字続くそうなんです。いや、でもあれですね、あの未来のリーダーを、はい、まあ、なんていうか、いろんな視点を持った未来のリーダーを育てていくというためには、はい、とてもいいプログラムですね。 ありがとうございます。うん、どうですか、具体的に例えば何人ぐらい あの参加者がどうやって集めていくんですか。はい、ありがとうございます。あの我々2021年の3月に立ち上がったんですけど、はい、まあ、去年第1期生ということで、まあ、応募とか説明会自体は30名ぐらいですかね、参加いただいて、うんうんうん、最終的には去年4名のまあ、選抜生ということですね、はい、まあ、半年間のプログラムを一緒にまあ過ごさせてもらいました。最初の段階である程度面接があるってことですよね。そうですね、はい、うん、まあ、我々は選考会というふうに呼んではいるんですけど、はい、まあ、その単純なこう1対1の面接も含めて、うん、あとはこうその2日間、まあ、最終日は2日間の選考を行うんですけど、はい、その2日間の中で、まあ、その人がどういう人となりかというのをまあ見定めていきますと。うん、まあ、なのでそもそも学力が必要か、まあね、先ほど英語って言ったの で、ね、なんか難しそうって言われることもあるんですけど、はい、まあ、学力とかは基本的に一切見ていないです。お、うんうん、はい、なのでその2日間で、まあ、その人がどういう振る舞いをするかとか、うん、まあ、その背景にはどういう考えがありそうかとか、うんうんうん、っていうところを我々の方でこう見定めて、まあ、選抜させていただくという流れになっていますね。うんうん、必ずしもこう試験やって優秀な方から何人とかってわけではないんですって、はい、面白いですね。半年間かけてったら何回ぐらいやるんですか。合計40回ほどの研修があります。最初はまあそうは言っても、まあ、座学的なというか、うん、まあ、社会課題との向き合い方とか、うん、まあ、あとは英会話の研修とか、うん、あとはやっぱりこう人に何かを伝えるっていうことだとプレゼンテーションの練習があったりとか、はい、あとはやっぱりこう自分がやりたいことを実現するための力を身につけていくし、考え方を身につけていくっていうことなので、うん、初めてやる取り組みなので結構やっぱりこう、うん、学生たちも
まあ、自分自身苦しくなる瞬間というかがやっぱりあるので、まあ、ソーシャル&エモーショナルラーニング研修っていうのが一応あって、はい、まあ、要はどういう時に自分の感情が動いて、どういう時にこう自分はこうテンションが上がるテンションが下がるとかっていうことをちゃんとこう自分自身を理解しようみたいな研修もあったりします。はい、その中でまあ、最終的には自分のやりたいことをどう実現していくかというと本当そこにコミットしてですね、はい、そこをずっと突き詰めていく、うん、なのでその中でじゃあこれは本当にどのぐらい市場があるのかとか、うんうん、それは誰にとって本当に大事なことなのかとか、自分がやりたいのか自分がやらなくてもいいのかというか、うん、あと世の中で似たようなことやってる人はいないのか いるのかとか、そういうことも全部自分で調べながらやっていくっていうことですね。企業がやってそうなことですよね。あ、そうです ね、まさにそうだと思います。それをまあ初めてきっと学生さんはね、はい、それはあの選抜されたメンバーがチームでやるんじゃなくてそれぞれやるんですか？ですね、その辺も自由にしてます。あ、はい、そうですか。なので我々からはあの何かこうせよということは一切やらないので、うんうんうん、チームでやってもいいし、うん、個人でやってもいいし、うんうん、で場合によってはチームでやると決めていても数ヶ月後には離散することもやっぱり、あ、はい、大人の社会と一緒なそこはね全く一緒ですね、その辺はね、はい、じゃあこの、エゾフロックスが、まあ、出来上がったきっかけというか、はい、大港さんとの出会いのお話もお願いしていいですか？はい、実はこのプログラム先ほど説明できなかったんですが、うん、14年前から沖縄で始まっている、うん、まあ、琉球フロックスというプログラムを、まあ、ライセンス、琉球フロックスっていうのがあって、へー、はいはい、それを我々がライセンス受ける形で始めてるんですね。はい、なので2019年の12月にその琉球フロックスの最終発表会に私が参加させてもらった時に、うん、これはぜひ北海道でやりたいというふうにまあ感じたのがきっかけなんですよね。うんうんうん、でまあ、具体的に良かったなと思うポイントが2つあって、まあ、1つはやっぱり学生たちが自分自身がやりたいことをこう本気の目というか、やっぱりこう見ればなんとなく分かるじゃないですか、この人がやらされてるのか自分でやりたい思いでやってるのかっていうところがよく分かると思っているんですけども、やっぱり英語でプレゼンテーションするってことに対してこう目を輝かせながら自信満々にプレゼンテーションしている姿を見て、まあ、圧倒されたし、もう一つは自分自身がこの子たちと真正面から向き合って頑張ってるって言えるぐらい自分頑張ってたかなっていうのをすごい反省したんですよね。はい、なんでこう子供のプレゼンテーション、学生のプレゼンテーションを見て自分が刺激を受ける、うん、だからこういう場ってなかなかないなって思ったのが1個目の理由と、うん、でもう一つはその最終発表会って沖縄で当時延べ 2,3,000 人が見に来るイベントになっていて、はい、で全員に聞いたわけじゃないですけど 2,3,000 人が子どもの育成イベントを見に来るって相当だと思って、はい、2,3,000 人のこ あのお客さんっていうのは大人なんですか？大人です。大人です。へえ、はい、なかなかやっぱりないなと思っていて、はい、でやっぱりその理由を類推するに、まあ、先ほど私が感じたことと近いというか、まあ、当然その登壇してる学生たちを応援したいという気持ちもありつつ、うんうんうん、一方でこうその子たちから自分たちももう一回エネルギーをもらう、はい、なんかこう学生たち、まあ、先参加費無料って話をしたんですけど、はい、参加費無料の理由は企業からの協賛もしくは個人の皆様からの寄付で成り立っているんですね。なのでこう子どもたちを応援する、学生たちを応援することによって、うん、その学生たちの姿を見てもう一回大人が刺激を受ける、だからそういうこうすごいいいコミュニティと関係性ができているっていうのを感じた時に、はいはい、あ、これはもう絶対に北海道でやらせてもらいたいなと思ったのがきっかけですね。はい、会場に集まった大人のその企業の方が元気をもらったり、なんならアイディアをもらったり、そうです ね、 ねえ、だと思います。はい、だからそういう経験があるからこそそれだけのたくさんの人が、はい、まあ言った沖縄に、はい、と思いながら集まるんだなって、ね、はい、うん、当時7割ぐらいが県内の方で残り3割は県外の方だったんですよ。すごくないですか、県外からわざわざ、ね、沖縄にそのプログラムを見に行くってなかなかだなと思っていて、あ、すごい、はい、そのプログラムを見たからこれですね、学生への投資が未来への投資。そうなんです、うん、なのでまあ先ほどその協賛とか寄付によって成り立っていますというお話をさせていただいたんですが、はい、やっぱり学生たちにそういう場を提供することは、まあ、当然学生たちにもっと、ね、こう伸びていってもらうとか違う未来を 見てもらうっていうことが大事だと思ってるんですけど、うんうん、はい、でも結果的にそれがこう大人の人たちもこう利益を受けるというか受益者でもあるんだと、うんうんうん、そう刺激をもらうという意味でもそうだし、はい、まあ、これから先10年20年を生きていくのは当然僕たちよりも学生たちの方が長生きをしているわけで、うんうんうん、そうなっていくとやっぱりこう学生たちの投資はこれから先未来を作ってくれる、うん、未来そのものである学生たちへの投資なんだと思ってるんですよね。もう本当、はい、
未来そのものだと僕は思っていて、そうですね、はい、まあ、そこに投資をして、まあ、僕たちは時間を投資するし、そこに費用を投資してくれる方がいて、でそう全員でこう子どもたちというか未来を作るっていうことに対してベットするっていうことなんだと思ってます。いや、お話を伺って、学生たちは無料ですっていう、まあ、さらっとおっしゃいましたけど、やっぱり今よく言われるね、親の収入で子どもの学力が変わってくるみたいな話で、大嫌いなんですよね、私ね。そうですね、うん、でそうじゃない風な流れをこれから作って、どういう子たちにもチャンスがあるように作っていかないとか、本当にこの学生への投資や未来への投資って素晴らしいですね。ありがとうございます。うん、それでは、そういう大湊さんはどうしてそういうことをしたくなったのというあたりを2つ目のキーワードで伺っていきたいと思います。続きはお知らせの後です。はい、それでは2つ目いきましょう。2つ目こちらです。じゃーん、じゃん、20年越しの人材育成、はい、ということで、まあ、正直まさかもう一回人材育成で学生に関わるとは思ってはいなかったんですよね、まあ、だからこそ20年越しなんですけど、はい、まあ、実は私、まあ、北海道札幌市出身 で札幌旭川高校出身で、北海道大学の文学部に、まあ、行くんですけど、はい、まあ、その理由は高校の国語の教師になりたかったからなんですよね、はい、はい、それは高校2年生も冬、まあ、忘れもしないある授業で、ある国語の先生がですね、来られて、はい、僕たちに言ったんですよ、うん、こう、なぜ君たちは日本語ができないんだと、うん、国語は日本語だろうと、うん、日本人なのに国語ができないから他のテストの点数も全部悪いんだみたいな要は全部問題は日本語で書いてるだろうと。あ、はい、だから国語の理解力が高まれば、はい、学力は全て上がるはずなんだと、うん、だから国語を大切にしなさいって言った時に、僕はもう衝撃を受けたというか、はい、その通りだなと思ったんですよね、その通りだと思って、まあ、それから僕自身は国語を勉強し始めるんですけど、はい、でもなんかこうシンプルに勉強するというよりはなんか国語というか日本語はやっぱ面白いなというふうにすごい思っていて、もともと小説とか哲学と か、 なんかそういうのも結構好きで、でもその好きな理由の一つはやっぱりこう映像とは違って、はい、こう想像の余地がこう無限大であるってことだと思っていてですね、だから小説読んでると、うん、その時はどういう情景なんだろうとか、どんな風が吹いてるんだろう、どんな香りがするんだろうとか、うん、この人はどんな恋をしてるんだろうとか、うん、なんかこういろんなことが想像できることがすごい面白くて、はい、だからこそやっぱり自分がじゃあ今度はこの国語がまあ大切でもあるし、国語の面白さをもっと多くの人に知ってもらいたいなというふうに思ってですね、うん、はい、国語の面白さを多くの人に伝えるためには高校の国語の先生になろうというふうに思ったのがきっかけでした、はい、大学でせっかく岡岡から国大に行って、はい、国語の先生になりたいと思ったんだけど国語の先生にならなかったんですね。そうなんですよ。それはそれでまた事件がありまして事件がありまして、はい、まあ、競技実習に行って、うん、競技実習行くと初日にね校長先生に挨拶に行くんですけど、はい、まあ、そこで衝撃的な一言をいただきまして、うん、まあ、それはいや本当は君たちなんて受け入れたくなかったみたいな、うん、みたいな、本当、いやもしかしたら叱咤激励だったかもしれないんですよ、それはそれで、はい、まあ、それは要は君たちを受け入れると、ね、うん、学校の学習スピードが多少落ちるから、うん、でもこれも教育の一環だし、うん、まあ頑張ってねって言ってくれたんですけど、当時僕はそれをこう叱咤激励と受け入れることができずに、うん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 、なんか嫌だなと思っちゃったんですよ、その時にね、はい、それでまあ国語の先生であれば、まあ、塾でもできるし他の機会もあるかもしれないから、はい、まず国語の先生になるのやめて一般就職をしようっていうふうに考えたのが、はい、人材育成から離れた、まあ、学校教育から離れた理由でしたね、うん、そうなんですって、はい、でも別にもう学校の先生じゃなくていいやと思って、じゃあどうしようかなと思ってリクルートじゃらんに就職、はい、されたようなんです。だからもう観光とか広告バリバリの業界で働いてたってことですね。はい、そうです、そうです、もう経済の経の字も知らなかったですけどでもなんかこうでもなんかこう好きなものを伝えるとか、それで誰かがその好きなものをまた好きになってくれるっていうのは、まあ、まさに高校の経験からもそうなんですけど、うん、好き、楽しいなと思ったので、はい、自分が一般就職するときに何が好きかなって時はやっぱ観光とかお出かけっていうのが好きだったし、はい、でそういう仕事であれば頑張れそうだなというふうに思って、リクルートのジャランに、はい、縁あって入らせていただきました、はい、バリバリ頑張ってましたよありがとうございます、はい、ね、その後、まあ、私がリクルートを卒業して、うん、自分で会社を作るんですけど、まあ、そこ独立してね、そうです、独立してですね、はい、うん、でそこでもやっぱりこう観光業界の人材を何とかしなきゃいけないみたいなことに気づいてですね、やっぱりこう、はい、当時人手不足とかもっともっと観光業界が変わっていかなきゃいけない時に、もともとやっぱり観光業界ってあんまりこう人気の
就職業界の中で人気の業界ではなくて、でもやっぱりもっと観光業界で働くことって素敵だよねって思ってもらえるような世界にしていかなきゃなと思った時に、観光人材育成をしようっていう話になって、はい、でそこからじゃあ人材育成やってるんだったら琉球フロックス見といた方がいいよっていうのを言われて、2019年の12月に琉球フロックスに見学をさせていくっていう、なるほど、はい、それで先ほどのお話につながったわけですね。そうです。はい、それでは3つ目いきましょう。3つ目こちらです。じゃーん、じゃーん、全道の学生に伝えたい、イエーイ、伝えたい、伝えたい、これからのお話もお願いします。はい、我々は、まあ、エゾフロックスという名前にさせていただいています。なので、はい、北海道のやっぱり学生たち、まあ、フロックスというのは井の中の蛙にならないようにしようねっていう思いが、まあ、込められているっていうのがあるので、はいはい、やっぱり北海道ね、広いのでそれぞれの地域間でもなかなか交流って難しかったりだったりとか、まあ、特にこういうコロナ禍もあって移動が不自由だったりとか、いろんなものが中心になるみたいなことがあったと思うんですよね。はい、だからこそ我々はやっぱり全道各地、まあ、先ほどあの、ね、生まれが、そう、家庭環境が、そう、あの家庭環境、親の収入で子どもの学力が変わるみたいな、ね、そうです、地方、札幌地方もそうですよね。そうなんです、はい、まあ、だからこそ生まれた地域によっても変わっちゃいけないなというふうに思っているので、うんうんうん、我々やっぱ全土各地の学生の皆さんに、まあ、少しでもこう機会を提供していきたいなっていうふうに思ってますし、まあ、だからこそじゃあ なぜ選抜するんだってところあるかもしれないですけど、まあ、そこはそこであの選抜させていただくんですが、うんうん、加えて違う形でもですね、なんかこうワンデイイベントだったりとかっていう形で地域でこう開催させていただくだったりとか、はい、あとはもう少し未来を考えるともうちょっと若い世代、小学生とか、うん、まあ、幼稚園だったりとか、あとははたまたやっぱそうなっていくと親子で参加できるだったりとか、いいですね、はい、我々はやっぱりこう未来の投資ということでいくと、やっぱ未来を生き抜いていく力をやっぱり身につけていきましょうってことだと思っているので、うんうん、そこには親子でじゃあ未来ってどうなるんだろうとか、これからの社会どうなるんだろうねみたいなことを一緒に考えつつ、はい、新たなこう力を身につける、考え方を身につける、そしてこう未来を変えていくようなこう次世代リーダーを生み出していけるような、うん、そんな団体になりたいなというふうに思っているので、うんうんうん、はい、ぜひ引き続きご支援いただけますと幸いでございます。はい、いやもうほど本当にあの子どもの教育ってもう3年ペースぐらいでどんどん変わっていくから、ね、お母さんもね不安だと思うんで、社会のこのスピード感にね、うん、あのついていけてるのかしらっていう不安感あると思うから、はい、うん、親子のってすごくいいと思いますね。そうですね、うん、なんとか早々にそういう場を作れるように、ね、はい、していきたいなと思います。 あと私その札幌人図鑑でもすごく頑張ってる高校教師、はい、中学教師もそうかもしれないけど、たくさんいらっしゃるから、そういう先生プログラムもいいかもしれないと思います。そうですね、はい、そこは我々やっぱ思いを共にしていただける学校の先生たちもやっぱいらっしゃるので、はい、そういった方々とこうコミュニティというか、もっとよってどうしたらもっと伝えていくことができるか、機会を提供することができるかっていうのは、うんうん、早々に取りました、ね、はい、取りたいなと思いますね。もうこの延長線上でいろんな構想がもうすでに大湊さんの頭の中にあるということなんですけれども、うん、このエゾフロックスが学生さんは無料っていうのがありました、はい、ということはやっぱり賛同をいただける、あ、なるほど、そういう活動されてるのねって興味を持っていただける企業さん、はい、ね、これからたくさん出会えるといいですね。ありがとうございます。そうですね、うん、一人でもぜひ、まあ、先ほど未来への投資というところをお話ししました、はい、やっぱりこう企業の皆様にとっては企業の利益、個人の皆様にとっては個人の資産っていうのは、まあ、当然ご自身で使える、まあ、会社であれば会社の従業員の方々に使えるものだと思うので、まあ、そこは優先順位高いというのは重々理解した上で、ただやっぱり今これをやるべきだというところにですね、もし少しでもご共感いただける皆様がいらっしゃれば、はい、ぜひご支援いただけますと幸いでございます、はい、その場合にはすぐ長谷さんにしますのでぜひ一声お声がくださいませ。はい、お問い合わせください、はい、ありがとうございます。はい、ということで今日のゲストは一般社団法人エゾフロックス代表理事の大湊亮介さんでした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。さよなら。さよなら。